トーク。あ、続きます。まあ、そうね、EH から EH の重心のポイントにずっと当てるぞ、そこ抜かないように。はい、はい、GO。 続いてます。まあ、たくすごい良くなってるわ。まあ、中心のかけるポイント30センチのところをずーっと押し込んでくるぞ。いいタクト。勇気いきます。ああ、勇気もすごい良かったよ。さっきみたいにずーっと抜かないようにしよう。はい、勇気お願いします。ある、T5 分ちょっと広くしてみるか。T5 分広くして、足首、すねを抜かないぞ。はい。お願いします。はるば。はい、すごい良かったよ。いい。足裏、足首、すねが、エイトメートル重心の30センチぐらいのポイントだけでカービングするターンしていくのを緩めないんですよ。ターンの後半までね。イズだ。失礼します。お願いします。はい、ホテル OK だよ。ターンとターンのゴールの時に息を浮かせないように。ただいきます。お願いします。はい、渡る。あー、まだすごいいい振りだったよ。 EGS と一緒、 EH から EH にね、しっかり重心の位置をその位置から抜かないように、ターンの後半まで抜かないで。はい、まあ、たくいい振りでしたよ。じゃあ行きます。はい、けー、少しやっぱり内側にこうストックが倒れたりするから、しっかり平行にキープして外側コースぐらいでいいよ。いい検証。修正します。はい、修正。少し頭の位置を起こして背中少し立ててみな。はい、もう少し、はい、修正。少し絞るように内線かけて、足裏、足首、すねをグッと入れてみよう。もう少し太ももをシュッと締めてみるぞ。はい、ももか。いい振りですよ。はい、お願いします。アリス。はい、リガホー。はい、ひなー。よくなってるよ。いい。足裏、足首、すねがずーっとターンの後半まで、抜かないようにね。はい、いい日な。いい日な。お願いします。よし、とってもいい振りになってましたよ。はい、
で、マナー1本目。はい、OK。リズナー行きます。お願いします。リズナー、ちょっと待ってね。マナー見てみるから。ね、インターバルが10メートルぐらいになってますので、イーズナー1本目。はい、ホタル。はい、ホタル。駐車面はスタンスをあまり広くしないでくること。釣り幅はそれほどないからね。どん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 縦に行っても大丈夫から。駐車面はみんなスルーゲートからストレートも全然詰まってこないから、全く問題ないよ。今回前の部の最初の青ゲートをしっかりタイミング入ってくることね。はい。アゴに入るから、そこきっかけ入ってるんですね。はい。もう一回行きます。はい、どうも、いいかい。今、みんなのインフォメーションを聞いた通りだからね。全然問題ないんで、感謝へも全く詰まってこないから、どん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 大事だよ。はい、了解。家行きます。お願いします。はい、家。全然全くみんな問題ないからね。警戒しないで立て立てに行っても問題ないよ。だいぶちょっとね、速くなってくるから。そこの返しを右足外側の青のなりのほうの頭に来るから、そこの引っ掛けでも早くしよう。はい。ちょっと、どうしさ、風船ちょっとの周りに集めれる。今集めます。集まりました。はい、一旦しいいかい。まずね、コース状況はかなりファックされて若干低くなるくらいな感じだからね。で、そうなるとちょっと、バイブレーションが来るからね。で、セットはね、結構縦目なんで、急斜面の最初の横隔は10メートルピッチ。はい、タクト1本目。はい、ゆき、急斜面の入り口ちょっと浮きやすくなってるから、体浮かないように入ってるよ。はい。はい、ゆき。はい、行きます。1歩目。はい、たく。急斜面入ってくるとき、体が浮かないように斜面に対して下の方にしっかり入ってこう。はい。
します。はい、痛いように入ってるよ。痛く。痛く。左側のスルーからストレートが抜けないタイミングのきっかけだけ入ってると。そこさえ問題なければ、全然反射面つながるから。はい。お願いします。はい、春馬。はい、全然巻き止まらないから体だけ遅れないようにどんどん行かないとダメよ。はい、急斜面は自分から斜面に対して下に落ちてこないとダメよ。体がっかり倒れてもダメだから、そこだよ。広くせずにコンパクトに縦にして落ちてきた方が絶対いいからね。じゃあ遅らせてる魚が先に倒れちゃうから。はい、いいですか。急斜面そんな振り幅ないからね、縦に来ても全く問題ないから引けなければね。いい。で、緩斜面ね、みんなストレートフラッシュ、緩斜面の中間にあるね、もう全く問題ないから、もっと縦に来ても全くいいからね。はい、ケイシロー。いや、まだ違うな。多分もうやってくると思うんだよな。もうちょっと待ってて。はい、もう女子選手集合しなかったね。コース状況さ、いいからもう一本女子行こうかな。もう一本女子行ってからコース整備入れようかな。今多分休んでるかも。よかった。僕降りなくて大丈夫ですか。はい、まだ2本目。次行きます。お願いします。はい、カリス。急斜面は悪くなってますよ。ホタル、2本目。お願いします。ホタルも8秒も引いてるぞ。下に落ちてね。はい、アリス、嫁。はい、行きます。お願いします。はい、リョーコ、嫁。
一角と2本目すぐパスが来てるからね。はい、了解です。ゆき、はい、リエ2本目1着と2本目勇気はすぐパスが来てるからね。はい、了解です。勇気はい、ハルバ、やめ。はい、すげえってさ、全然問題ないから、スタンス狭くして、手首ちょっと返し気味にして、手の位置を上げないようにして。痛く。以上、行きます。はい、一瞬すけ、2本目女子構成日ですか。はい、女子構成日でもす。一択と。3本目うい一得3本目はい、一得です。アルマつけ。消しろ。はい、まだ3本目足
日になったら前の便利分がそれから全部タイが入っているぐらい下に対して起きていくようなイメージね。はい、ホタル3本目。はい、リズナー3本目。はい、いいですよ。はい、リワコー、どうぞ。もうか、はい、リエー、今のは上部1本目、それをここから鳴り物、頭、くぼみまで遅れないようにしてな。はい、はい、リエ上部1本目。はい、トップ。上部1本目。そうそう。駐車場のやりがしばっていうのは、駐車場に入車格しっかり下に向けて入ってみることと、鳴り物の上のストレートが結構細かくなって、鳴り物から入ってるの。はい。はい、タッカー。駐車します。上部1本目。はい、じゃあ、駅、高速の終わりの滑ってるぐらいというので、入る角度で、絶対に入るね。で、駐車の、真面目なところの上のスペース結構効いてるからね、速くないから、そこだけ求める。ゆき。はい、オッケー。高速の終わりの滑ってる部屋に入車する角度をしっかり下向けて入るぞ。それと、結構詰まってるからね、そこだけ求める。はい、タック。お願いします。お願いします。はい、オッケー。駐車場の終わりの絞ってるなっていうね、下向きにしっかり入ってね、しっかり切り替えるからね。で、ストレートからピッチ速いからね、頭切り替えて、ストレートから速くなるから。はい、少し行きます。はい、オッケー。はい。駐車の終わりのヘアピン結構絞ってやってね、あそこしっかり速い力入ってたらダメだよ。マリモのストレート結構効いてるからね、もうクロスカルピッチ入ってるんだね。
はい、春馬お願いします。はい、パリコーヒーよー。パリコーヒー、9車両の周りは絞ってるブラッキン結構かなり絞ります。ケンシロー、はい、リアンカー1本目で、どんどんしっかり攻めたいね。アリス、マリモのところのストレートからかなり速いから、そこは切り替えてマリモに入ってからね。はい、お願いします。はい、本当に9車面の終わりの絞ってる部屋って結構効いてるからね。入射角しっかり上から入ってくることと、丸も入ってからピッチかなり上がって細かくなっていて、ストレートから丸に入るとか詰まってくるからね。詰まってもいいでしょ。はい、取る、今のは はい、タクトカプ、キッチン行きます。はい、キッチン行くアクターミン。